で体の悪さっていうのは一番最初にまず何があるかというと体液の流れが悪いという状態、体液の流れの悪いところで症状があるんです。だから体液の流れを良くしてあげれば症状が楽になる。体液の流れが悪いと何か別の現象が起きてくる。ただ体液の流れが悪いだけでは済まない。何が起きるでしょう。炎症が起きてくる。で炎症、免疫力の低下って言うんですけど、免疫力の低下っていうと一つにはばい菌、これを殺す力が弱くなる。だから体内ウイルスが増えると、で炎症を起こして効果が起きるということが起こりますけど、もう一つは同じ免疫力でも刺激に対する過敏な反応、副腎が弱いと刺激に対して過敏な反応が起きて炎症を起こします。いわゆる非細菌性の非病原菌性の炎症が起きる。これがいわゆる自律神経と、いわゆる副腎、これもホルモン系です。そこが弱いと、そこに負担がかかっていると炎症が起きる。でそれにホルモン系がさらに弱い人は細胞の増殖が起きる。これは何ですか。腫瘍です。だから流れが悪い、炎症が起きる、今度は腫瘍が起きる。でさらに免疫力が悪くなるとホルモン系の暴走が起きて増殖、細胞の増殖が起きる。細胞の増殖がより強く起きる。それと免疫系が働きが悪くなりますから、キラー細胞でその増殖したがん細胞を殺すとか食べちゃうとかいうようなことがうまくいかなくなるということでがんが起きてくるんです。わかりますね。だからがんが起きてくる最初は何ですか。体液の流れが悪い。じゃあ原因の話、体液の流れの悪い原因は何ですか。脳の機能低下です。自律神経の機能低下。だから全て自律神経の機能低下ってことは生命力の低下なんです。ですから治療で、治療っていうのは代謝を良くする、体液の流れを良くするんです。でも体液の流れの悪くしているのは生命力の低下なんです。ですから体液の流れを良くすると必ず生命力の低下、これを回復させる治療、耳、頭蓋骨ですね、それから自律神経、骨髄、ここを若返らせろという治療が出てきます。ですから生命力を上げてあげる、今の自律神経の働きを良くし、頭蓋骨、この側頭骨、頭蓋骨、ね、ここの働きを良くして頭の血の流れを良くする、骨髄をしっかり治して血液の増産を図る、質のいい血液をいっぱい作る、免疫細胞をいっぱい作ると、この辺がいわゆる生命力、一番大事になるわけです。ですから何が大事っていうと生命力を上げる、だから自律神経を治して頭を柔らかくして骨髄を治すっていうことが一番のメインになってくる。だけどそれを治してそこを 治させるようにするためにはまず流れを良くすると、急性的に自律神経の働きが足りなくなる状態を作って、その作った状態から自律神経、頭蓋骨、骨髄を治すという反応を見つけ出してそこを治す、これが我々の治療なんですね。じゃあ一般の治療はどうかと、体に刺激を加える、で防御的反応を期待して刺激を加える、防御反応です。でそうすると血液が流れ良くなって筋肉が柔らかくなって筋肉の状態が一時的に楽になります。一時的に流れが良くなります。ですけども防御するっていうのはどこで防御するのかと、結局はこの自律神経です。自律神経の力なんです。ですから自律神経に負担がかかって生命力が低下するんです。ですから運動をするとマッサージをするとお風呂に入ると一時的に表面的な筋肉の血液の流れは一時的に良くなりますけど、その結果として自律神経の機能は低下して免疫力が低下する、いわゆる代謝は悪くなるんです。コントロールしっかり覚えてください。運動をする、お風呂に入る、マッサージをすると結果的に代謝は悪くなるんです。ですから体の運動悪い人に指圧、あんまマッサージ、整体をやると体は悪くなって立てなくなる、歩けなくなるんです。でそういう人は一旦例えばそういう治療を受けた後もう二度とそういう先生とか行かないんですよね。でやっと落ち着いてくるまでひたすら寝て体力のいくらかでも回復するのを待つ。だけどどん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 
ウイルス、ワイキンの状態が悪くなっているという状態で、行く病院がないんです。ですから我々のところに来ると、ソフトブロックをかけるだけで代謝が良くなります。で、防御反応が起きないように治療するわけですから。それで代謝が良くなると、脳脊髄液の吸収が多くなる。そうすると頭の脳脊髄液がみんな下に流れてきて、頭の持続的な圧迫ストレスが取り除かれる、まあ減少する。そうすると自律神経がしっかり働くようになって、生命力が上がると全身の筋肉の状態、流れは良くなる。でもその割にこの痛いとか楽になったっていう感じが残る場合がある。それはそのより悪いところ、内臓体平反射でより緊張して悪い筋肉だけ残るんです。そうすると良くなって頭ちっちゃくなってるのに症状が残ってる、あまり良くなった感じがしない。そうするといい治療やったらほら頭ちっちゃくなって、頭ちっちゃくなったからどうなのよという患者さんが出てくる。そこで行き詰まっちゃっちゃダメですね。でその時に残ってるもの、じゃあもうちょっと脳脊髄を急激に増産させると、その残ってるところで内臓で脳脊髄液が余計詰まる、内臓液体、内液体臓反射でそこのところの筋肉はより緊張して力が入らなくなるという状態が起こります。そしたらその原因になっている内臓、そこにナチュラル再生法を加える。そうするとそこの若返りが起きると、脳脊髄液の流れが全体的に全部良くなる、引っかかっているところがなくなる。そうするとすごい楽になりました、今までも全然やる気も出なかったのにもう人生変わってきましたという状態まで、普通の生態では治し得なかったものが、そこまで良くなってくるというのが脳脊髄液調整法なんです。じゃあ腕がよりいい先生というのはどういう状態かというと、生命力をより上げることのできる人、生命力が上がれば上がるほど先ほどの老化細胞を食べてしまうマクロファージは増えるんです。ですから老化細胞を食べてしまうと老化細胞はもう分裂することができません。だけど他の細胞は遺伝子でだんだん悪くなってきます、コピーミスで。だけどまだ分裂できる状態、その分裂できる状態がより良くなってきます。老化細胞が減ってっていうと非常に寿命が伸びてきますよね。でましてそういう状態を作っていけば、がん細胞は増えてこなくなりますから、がんにもなりにくくなります。でもその患者さんが例えば良くなった良くなったで無茶したとします。下手するとまだ完全に良くなったりと発作が起こりますよね。ですからそういったところが患者さんによく教育っていうものが必要になる。筋膜ポンプというのは筋膜ポンプを成功させると非常に代謝が良くなって生命力を上げることが非常にできるようになるわけです。でもこれは今皆さんやらせるとほとんどができないわけです、筋膜ポンプ。それで作られたのが何ですか、筋膜ポンプを教えたけどできなかった。でそれが代謝を良くすることができるようにしたのがソフトブロックなんです。ですからソフトブロックをかけるだけで筋膜ポンプの役割をするわけです。でエネルギーというのは筋膜ポンプができなくて耳、頭蓋骨、骨髄の細胞そのものを若返らせるせて、それで生命力をうんと上げるってことができなくても、繰り返し繰り返しエネルギーを加えて、それで加えながらポンプするだけで機能は良くなっちゃうようにできてるんです。ですから筋膜ポンプをやはり成功もしさせれば、エネルギーを使って筋膜ポンプを成功させればもっと大きい効果が出るんです。ということは生命力をうんと上げることができるんです。だから生命力が弱くてずっと苦労してきた人、苦労の度合いが強い人ほどその生命力を上げる能力が強くないと治んない。だけど最初からそんな人はあまり来ませんから、最初はまだある程度、いや整体どこ行ったよ、整体ってもうなかなか良くならないからって人はある程度体力があるんです、まだ。でそういう人に対してソフトブロックをかけると非常に良くなりますよね。ですからまずそこから始まって、その上ソフトブロックをかけて筋膜ポンプを一生懸命努力する。でも筋膜ポンプで成功させるのは難しいから、エネルギーを使ってやると、筋膜ポンプを例えばエネルギーを使わないで成功させるよりもエネルギーを使って筋膜ポンプの
この100点の成功までいかなくても30点の筋膜ポンプでも何回もやってると1日の生命力の上がり量がうんと増えるんですね。筋膜ポンプで、脳みそ、骨髄、頭蓋骨を治すところまで行くのは大変、そんなに簡単じゃありません。だけどエネルギー使うのは明日からでも使えるんです。何しろ生命力を上げるということ。ただしもう一つ何が必要ですか。生命力を上げれば上げた分だけ脳脊髄液の流れが強くなりますから、引っかかったところをほっぽっとくと症状が楽にはならない。スタミナはつきます。だけど症状が楽にならないと患者さんは良くなったって判断がきませんから、だからそこのところをフレクションをやってナチュラル再生法、ナチュラル再生法は筋膜ポンプと違ってそんな難しくないですよね。とフレクション昨日やった時非常にインストラクターの人たちが苦労してました。なぜかというと僕も見てるところでやるんですね。そうするともうそれだけで上がってしまうから成功させようとして力んじゃう。もう力むと同時にこれがこうやるだけなんです。これがこうやらないでこう潰れちゃう。そうすると成功じゃない。でもその場合に排出ブロックをかける。そうすると自動的にフレクションと同じ状態、これをこのようにするという状態、排出ですからこういうふうになることが起こります。先月ですね、12月の時もみんなフレクションをやってそれでナチュラル再生をやりました。割とうまくいってましたよね。細かくというのはこれを潰しちゃダメ、こう潰しちゃダメ、こう回転させるだけって言いましたね。回転させるだけのイメージでやると割とうまくいってたんです。でも何としても失敗しちゃまずい、成功させようとすると力が入った途端にもう不成功という状態ですから、フレクションをやるとコードツーライン、マコロが出てきます。それをしっかり確かめる、思い込みじゃなくて。昨日も思い込みがありましたよね。出てる、いや出てないよ、出てる出てないよと。だから思い込みはダメですから、直したつもり。そういう場合にはどうするんですか。お金ももらったつもり、直したつもりの治療はお金はもらったつもりにしておいてください。でしっかり直したらお金しっかりもらってください。そうすると患者さん呼んできますから。で自信を持ってやるってこと。だから自信を持ってこう。でどうしても力が入っちゃうとか、はい、これがこうなるってことをイメージでこうやるとか、そうすると治りますから、イメージで。ただイメージの取り方がダメだとやっぱりダメですね。で短い時間でたくさんやりたいんです。ですからフレクションの、今日もフレクションの治療というものが非常に上手になるように、ここの腸蛍光灯底がしっかりとこう屈曲するように、潰しちゃうともう屈曲しませんから。でそれでナチュラル再生法をやって、でナチュラル再生法をやったら耳、頭蓋骨、骨髄が出てきたら、あ、生命力が足りないなということですから、またソフトブロックをかけて筋膜ポンプをやってという状態で、生命力を上げると。あとは時間との問題ですね。ちょうど終わるときにちょうどいいぐらいで返すというのが腕のいい先生だけど、もっと腕のいい先生はここじゃなくて生命力をもっと上げて、もっと上げて、もっと上げても帰るときにちょうどいい状態に返せる先生ですから、まずここを狙うんじゃなくて、去年もそうでしたね。筋膜ポンプの練習はだいたい15分ぐらいしかやってないでしょ。やってもそんなに上手くならないから、じゃあ今効果が出るんですのにはソフトブロックとナチュラル再生法、それを上手にやることとデモンストレーションを上手にやること、そのために限定してどこの内臓を治すの限定してやりますけども、もう一つ筋力テストでどこが悪いっていうのを先生自体が分かるようにする努力をする。まずその辺の階段の一番下の方から登っていく訓練をしていって、それにプラス筋膜ポンプ、この最後に少し練習をしてもっと腕を伸ばすという状態ですね。申し上げますけども、筋膜ポンプが上手になる前にエネルギーを使えばこれがずっと上がりますから。ただ今日初めての人います、臨床セミナー、はい、今日初めての人がそれをやろうと思うと失敗します。だから最初からエネルギー使わない方がいいです。まずは、ブロックをかけて、それでナチュラル再生法ができるようにするというところ、でそれが慣れてきて十分できてきたらエネルギーを使った方が
もっと難しい治りにくい人が治せるようになりますね。そういったような状態で焦ることはないですから、まず自分の牙城をしっかり作ってですね、それを大きくしていく。まずちっちゃな城でいいですから、これをしっかりして徐々に大きくしていく。いきなりでかいものを作ろうとすると、まあ、私なんかもいきなりでかいものを作りすぎたという状態で生命力が足りないという状態で、去年のあのウイルスでやられて、いまだにまだ後を引いているわけですね。だから治療のやりすぎというものは、自分の手の届かないところの治療をやりすぎちゃうと患者さんは来なくなっちゃいますから、自分の手の届く範囲で治療していくと。先生方の治療もいきなりエネルギーを使ったりとか、いきなりただ筋膜ポンプがうまくいってっていうことを望むんじゃなくて、一番最初のところから順番に上げていく。だけど常に前向きに、今日の踊りに明日は勝つという状態で努力していくことですね。それを望んでます。ここまでで質問ありますか？